ダミアン・エル・テリブレのリングネームで知られるダミアング・ティエル・ス・エル・ナンデスはメキシコのプロレスラー。ヌエボ・レオン州モンテレイ出身。1998年2月22日に地元ヌエボ、レオン州のインディーマットからデビュー。デビュー当時はエンヘンドロ・デルマールの名前のマスクマンであった。一時アイグなどのインディーマットでお名乗っていたが、ドラゴンファイターやエンヘンドロを名乗る。 2002年11月10日に、ボンベロ・インフェルナル・イホ・デル・ディアブロと組んで、ドクトル・セレブロ・シルハのパラメディコ組を破り、メキシコシュートリオ王座を奪取。あとに、CMLL で、ダミアン・エル・テリブレ・ア・エル・テリブレを名乗る。2004年11月19日に、エクトール・ワルサ・タルサン・ボーイと組んで、カネック・ブラック・ウォリアー・ラヨで、ハリスコ・ジュニア組を破り、 CMLL 世界トリオ王座をダッシュ。2008年8月26日にテファノジュニアと組んで、レーマンサグラド組を破り連邦区、タッグチーム王座ダッシュ。2009年には、ノーリミットと構想を繰り広げる。2010年2月には、テファノジュニアと共に新日本プロレスに参戦。IWGP タッグ王座に挑戦した。また、G1 タグリーグにも出場している。 2012年は充実した1年となり、1月1日、ルーシュから CMLL 世界ヘビー級王座をダッシュしたことをきっかけに各トーナメントにて優勝し、多数のタイトルを獲得。11月13日には、タマトンガとタッグを組んで、CMLL 世界タッグ王座を獲得している。2013年4月7日、久々に来日を果たし、新日本プロレスの PPV である。 インベージョンアタックに参戦。バリエンテラ・マスカラを相手に、CMLL 世界タック王座戦を行い、王座を防衛した。7月5日には再び来日し、キズナロード2013にて、棚橋広志重心サンダー・ライガーを相手に、防衛戦を行うが、棚橋のハイフライフローを決められ敗戦。バレットクラブとも共闘した。2018年2月24日。 ロスインゴベルナブレスに加入。ありがとうございます。